本当のとこどうなん思ってるやろ。それをしっかり見てやりましょう。行こう。入った。あーこれは入ったわ。プロ野球選手の登場です。なんでそんな本気でやるの。糸井さんの実力を。はい、今からですね、糸井さんとミノルマン、出雲と源、この3人でロングティー対決をしてもらいます。さっきまで散々教えてくれてたけど、どんな飛ばせんの思ってるやろ。みんな本当のとこどうなん思ってるやろ。それをしっかり見てやりましょう。いいですか。はい。下がり。で前の人座る。見える？で前出ないよ。10球で何個超えたか。いい？まずは名古屋校塾長、水本源行きます。じゃ行きます。いった！一本目。10球勝負。これは。ギリアウトかな。アウトだね、超えてないね。これはいっちゃった。はい、2本目。5球目です。どうだ。さよなら。お見事。残り半分。これはみんなどう。いった。いきました。よいしょー。いた。6本目。いこう。いた。これはどう。最後が、はい、どう。おー、いた。10本中7本。すごい。握手。さあ、10本中7本出雲と源でした。さあ、ミノルマン、みんな見てやりましょう。お願いします。緊張すんなこれめっちゃ。よし、はい。あら。あ、これはいった。一本目。1/2です。あ、いったな。これはいったな。おお、これいった。2/3でございます。やった。あ、いった。4/3でございます。いい感じだね。ええ感じ。出雲と源より1本多いペースでいっております。力むとあかんね。はい、はい、ありがとうございます。いたー。いたー。いたー。5/4でございます。いやー、これはちょっと低い。はい、アウトでございます。いいな。これはちょっとなんか、これもミスったら水本よりは負けです。負けね。分かった。おっしゃ、おっしゃっす。力入りました。あー、これはいったわ。あー、10本中6本でした。拍手。いよいよプロ野球選手の登場です。なんでそんな本気でやるの。糸井さんの実力をみんなこの上で。みんな何本打ってほしい。10本。おい皆さん10本でお願いします。ちょっとレベル高すぎるって。遠い。怖い。もうちょっと左っすね。車が見えてて今。あそこは非常に危険だと。もうちょっと左で。お願いします。やばい。ちょっと車。
外守ってるから死んでも守れよ。やばいね、3本中3です今。全部森まで行ってます。まで出てきた。よーっと、これは、おい、今5本中4です。うわー、おー、ちょっと、あと1本、今9本中6本です。あと1本で水元に並んでもらいましょう。おお、10本中7本ってことで、水本源と糸井さんが並んでおります。水本選手と糸井選手で1球ずつ打ってもらって、失敗した方が負け。OK。 だから打ち続ければずっと続いていきます。なんでこんなプレッシャーかかってる。サドンデス行います。実はこれ投げる側のね、人もすごい緊張してるんでね、ミスれないってプレッシャーあるんでね、みんなそこを見てあげて。サドンデスお願いします。あれさあ伊藤さんが決めちゃうのか。今日一番飛んでません。今日一番飛んでません。飛距離もえぐい。水元源が勝つのか。これめっちゃプレッシャー。これはやばいです。えぐい。まだ終わりません。ちょっと待って。ゴー。いったー、やったー。えぐい、えぐい、えぐい。もうそんなことよりもう右の車が見えてしゃあない、ほんまに。もうずっともう一番冷やしている、ほんまに。ちょっと高い、きつい、きつい。いや、あれはなんかもう疑問になってるんで、入ってません。もう決めてほしい、もう決めてほしいよね。はい、もう決めてほしいよね。はい、ご飯食べよう。もうみんな決めて、お願いします。ああ、優勝だ、糸井さん。さすが、さすがとしか言われません。いい勉強になったと思います。こんなすごい糸井さんが来てくれました。本当に僕も感動しました。みんなも感動したと思います。最後、糸井さん一言よろしくお願いします。またプレッシャーかける。非常にね、楽しい時間を皆さんと、過ごせました。今日ね、この野球教室、開催されたのはこのラグザスさんね、主催でということでミノルマンとコラボしてやってきましたけど、ラグザスさんはね、サムライジャパンの公式のスポンサーしてるんで、みんなアピールしたらジャパン選ばれるかもしれないですよ。はい、僕アピールしますけどね。皆さん今日教えてもらったことをまた思い返して、たくさん練習して、上の舞台で頑張ってください。プロになることを期待します。今日はありがとうございました。急遽、決まった野球教室でもあるんですけども、高井初島ボーイズの、選手たち、そして、スタッフの方が、この場所をご用意してくれました。本当にこう駐車場の手配とかも結構大変だったんですけども、本当に快く、朝高井初島ボーイズの、お父さんお母さんが助けてくれてですね、僕らもこのようにスムーズに野球教室できたことを、本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。
今日教わったことはすごい大切なことばっかりだったと思うんで、これをですねみんな家に帰って、反復してやってほしいなというふうに思います。そして、ラグダスさんと協力させてもらってこのような野球教室ができたのですね、3月に、日本代表の試合があるので、それを一緒に皆さんで応援できたらなというふうに思います。ということで本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。水本源がですねプロデュースするバットが出来上がりました。前めっちゃ長いもん、持っていかれるぐらい持っていかれるな、スパッとカーンいったら最強。